皆さん、これで九州をずっと一周、ここにテント張って、ここにテント張って、はあ、ここはだいたいイケスなんですよね。あ、もうイケスはもう魚釣りしないんで。あ、魚釣りされないから、もう閉めて、あ、閉めてやるんですね。もう今日何年やったらいい。福岡ってあれですね、ヨットが不便なところで、曲げる場所がないんで、ここからずっと入ってってから、ここ作られたんですか、はい、ここ木でこう扉になってるわけですね。ここがこんな感じで、ほうほうほう、泥棒が、あ、なるほど。ここが扉つけてこう入ったら、そして縁外、あ、縁外があるから、こういうところに失礼いたします。本当、もともとここがデッキだったんですね。はい、そこまでしかなかった。ここね、で、ここにこう、サッシをつけて、ここまでしかなかったです。はいはい、大体ここまでだったんですね。これもこう、入ったんです。あ、ここ切って、これコックピットです。はい、冷蔵庫とか、はい、テレビに冷蔵庫、はぁ、面白い。あれ、ん、オイル交換、これオイル交換の、ここにつけてくるくる回して、はい、簡単に下のネジをちょっとひねってですね。へ、無線機、無線機、漁業無線、漁業無線、そしてステレオ、ステレオ、これが高かったんですよ、フルノの、これですね、ギョッタね、それが高かった、これいいやつです。で、ここ後ろにこうパッとここに差し付けて、そうです、ここソーラーパネル4枚ついてるんですよ。あ、え、上にですか。この上にソーラーパネルが4枚。ここがもともとデッキだったところを、ここまでですね。はいはい、ちょっとじゃあグッと説明して、ここは何が物入れ、こここれも物、こういう工具入れだとか、でここに腰掛けれるわけですね。いい感じ。あ、腰掛けております。こう差し付けて、これは大阪から来た。これで日本、あ、日本、九州一周来ましたよ。楽しそう。こっちが右舷側です。これがすごいですよ、自慢の、はい、皆さん自慢の、これはですね、海に落ちた時、はい、これを引っ張ったら、こう引っ張ったら、ああ、引っ張ったらですね、ラダーですね、これは。あ、あの最近はほら、なんですかね、あそこ、保安庁から、はい、はしごを詰めて、ああ、それで作ったんですね。いや、これはもう前から作っとったんですけど。へえ。落ちた時これ引っ張ったんですよ、はいはい、これそれでさっとこう、はい、面白いでしょ。面白い。だけどここにこう入れてこう、はあ、はあ、はあ、これスピードはどんくらい出るんですか。17ノット最高。はあ、おお。で、前は20ぐらいつけたんですけど。まあ、いろいろつけたからですね。燃料タンクは。燃料タンクは350リッター。はあ、